ラセシェーネは、デンマーク、首都地域グロストルップ出身の同国代表サッカー、選手。NEC 内目編所属。ポジションは MF。2002年から、SC ヘーレンヘーンの下部組織出身。翌年にエールステリビジノでフラーフスハップへ加入すると、移籍1年目から、クラブのエールディビジ昇格に貢献。2008年に移籍した NEC 内目編では、 UEFA カップにも出場した。2012年4月18日、アヤックスアムステルダムへ3年契約で移籍。同クラブでは、中心選手として、プレースキッカーを務める。2019年3月5日に行われた、UEFA チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦、レアルマドリード戦とのセカンドレグでは、チーム4点目となる直接 FK を沈め、 クラブの準々決勝進出に貢献。2018から19シーズンのリーグ制覇も達成した。2019年8月9日、ジェノア CFC へ2年契約で移籍。背番号は20番。2021年2月12日、SC ヘイレンフェーンと2020から21シーズン終了までの契約を結んだ。翌シーズンより、 エールディビジエ昇格した NEC へ復帰することが発表された。2009年8月12日に行われたチリ戦にてモアテン・オルセン監督の下で61分にニクラス・ベントナートの交代でデンマーク代表デビューを果たした。2010FIFA ワールドカップは膝の怪我が原因となり出場が見送られたが 2018FIFA ワールドカップには出場した。ありがとうございます。